こいつらのボスが扉の向こうに立てこもったの。中から鍵をかけられたけど、局長なら開けられるわ。局長は5階をお願い、助けてあげて。なるほど、この奥か。己の任務、あ、違う、俺の任務、ロケット弾の邪魔するやつを再起不能にすること。いや、怖いよ。おい、やめろ、そんな考え。ちょっとやばいなこれ。穴を掘るだけだと結構きつくなってくるな。イーブイ育ててみよう。かわいい。体当たり。よし、体当たり合戦だったら勝てるぞ。おりゃ、うわっ、 EV にヘドローとかかけないで。おっと、危ない。話が変わってきた。よし、急所。 EV レベル上がんない。ベトベタ。これで戦おう。だからやめてって、ヘドロ攻撃だけは。あ、やべやべやべ、おっ、イーブイ、お、マジかよ。うーわ、どうしようだ。 EV を育てていかなきゃいけない。したら AP にしよう。どっちは、ブラッキーもいいな。迷うわ。どっちがいいかな、 AP とブラッキー。どっちも可愛いんだよな。いやー、どうしよう。EV を先頭にしちゃおう。それでレベルアップさせよう。こっから4階だ。素晴らしい。このラジオ塔の施設なら私たちの野望を叶えられる。え、これ悪いやつ。ラジオ塔の局員でなくて悪いやつか。はぐれ研究員慎太郎。ポリゴン出た。ポリゴン強っ。30だって。借金に。空手チョップ。オッケー、ナナナイス。ナナナイス。あれ、この人。あれ、なんでこっち行けないの。ここ通れない。君は助けに来てくれたのか。いやいやいや。え、一人でいたの。なんて言われるとでも思ったか。俺様は偽物だ。本物のふりして乗っ取る準備をしていたのだ。はあはあはあ、局長の居場所を知りたいか。いいぞ、教えてやろう。ただし俺様に勝てたらな。みんなそんな感じだな。悪い人間がすごいな。
尻尾を振る。よし、これ勝ってんじゃないか。イーブ行け。あーでもまだ、うわーこれだ、これこれこれ、あぶねー、ダメだ、やっぱヘイダローはダメ。うわーヘイダロー、よけな、ナイス。イーブにも経験値を与えて、さあ今回もノーリサーチで進めております。この進め方で合っているかどうかはもう皆さんが、ね、ご自身の判断あると思いますけども、私山本博士が進めるポケモン金銀はこういう展開で進めさせていただいてます。なんで山本はあそこを寄らなかったんだ、なんであの人に話しかけなかったんだね。いやもちろんたくさんあると思いますよ。だ僕はノーリサーチ、周りの子からの情報も知らない、何にも知らないね、ただ初見でやってます。これが楽しいんです。さあもうこれを繰り返すか。また動画必要そうだな。耐えろ。よし。どんだけ入る？やばい、半分いかない。このね、穴を掘るのね、バンバン使ってますけど、怖いのが、PP 枯れね。うん、技ポイントの枯れるのが怖い。4、あと4だよ。いっけ！おっしゃ、急所 OK！ OK、OK。PP 温存。さすが。なななナイス。本物の局長は地下倉庫に閉じ込めている。地下倉庫わかるか、地下通路の奥のさらに、あそこね、あのコインケース取った地下通路だ。確かに入れなかったとこあったんだ。あれ地下の鍵必要なんだ。 OK、 ありがとう。またロケット弾ってことは、榊？また榊が復活したのか。最低なのよ、ロケット弾が。あれ、地下通路どうやって行ったっけ？こっちか、こっちか行ったの。ここだ。ふう、地下でポケモン勝負挑まれて大変な目にあったよ。君も気をつけた方がいいよ。ポケモン図鑑を作ってる？じゃあとっておきの情報、33番道路にいる山男のつとむさん、珍しいポケモン見かけると電話で教えてくれるぜ。
タイプの相性は詳しいけど、僕は同じタイプのポケモンばかり使うんだよな。むしろ大変じゃない、そっちの子は。ここだ、この先立ち入り禁止。地下の鍵を使った扉が開きました。何があるんだこんなか、行ってみよう。うわ、あれ、あ、ライバル来た。お前の姿を見かけたからさ、後をつけたのさ。またロケット弾潰すの邪魔されちゃたまらないからな。思い出した、そういやお前にも負けたことがあったな。あんなまぐれだろうが借りは返しておくぜ。お、よしよしよし、どっちの方が強いか、はてなはてなはてな。これは EV、 ちょっと、ああ怪しい光から来た。ちゃんと強いわ。ああ、自分攻撃、どんぐらい、あ、厳しい厳しい。ブルブル頼む、インターバル挟んだから回復してるだろ。 PP も落とし、あら強いよ。怪しい光やめて。月ぐらいしようか。よし、オッケー、ナナナナイス。あ、かわいい、ニューラ結構デカめだ。ニューラあんな小さいイメージなのに。じゃ筋肉攻略、効果抜群、ナナナナイスだ。イーブイを育ってほしいとね、頑張って。結局またブルブルよ。よし、大丈夫大丈夫、全然平気。頭突きにしとこう。よし、ハテナハテナハテナの勝負に勝った。くっ、わからない。あの渡るってやつが言うように、俺にはポケモンへの愛情が、信頼が足りないから勝てないってのは、何のことだかわかんない。だがこのまま終われるかよ。こんなことで最強になるって夢諦められるかよ。あら、でも何かが変わりかけてるよ。頑張れ、はてなはてなはてな。迷子だろうが何だろうが、俺の前に現れるやつは全員倒してやるぜ。やべえ、この流れで戦い行くんだ。インターバル挟む、あ、大丈夫、一匹。よし、試練を乗り
試練の先にこらった一匹。大丈夫か、筋肉の空手チョップが炸裂するぜ。なんなんなんないっす。くっ、かっこいいね。真似してんじゃねえ。どういうこと？ここ何？スイッチにしとかからします。オフになってます。オンにしますか。はい。あれ開いた。おお。オッケー。なんでもないでしょ。見つけた。え？ボタンを押していくのかこれどんどん。え？これ結構長いんじゃないか。いけるかな。どこかのシャッターが開けばどこかのシャッターが閉まる。目的地にたどり着けるからな。なるほど。いやー、あの氷の事務船ですげえ迷ったからな。今回は迷わないでいきたい。ベトベトン、エスパーが欲しいよ。あー、スリーパーとか育つとよかったよ。でも今更だよな。もうイーブイをエイフィンにして、でも今必要なんだよね。今出た。硬くなる。よし、でも結構いった。突きでいけるだろう。あー耐えた。うわー耐えた。一回これインターバル行こうかな。それともこれ一回押してみようかな。あれ？ちょっとどこがいいか分かんないけど、一回インターバル。さっき開いてたような気がするんだけど、一回出ちゃうと違うのか。よし、またこれ繰り返して、絶対にイーブイをエイフィンする。よし、うん、負けてしまった。よし、開いた。あれ、こっちも開けないといけないのか、もしかしたら。オフになってる、やっぱり。あれ、何これ、カジバ泥棒の竜。カジバのドリン、ん、カジバ泥棒。なんだカジバ泥棒。これロケット弾が乗り込んできた時にどさくさ紛れて相手持ってっちゃうんだ。あのこれ、
よし、よしよしよし、なななナイス。あれ開いてないな。開けないとダメか。全部オンにしていいのかこれ。あ、開いた、横に開いた、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 来た。お前の大事なもの泥棒してやるぞ、火事場泥棒。こんなはっきり真正面から泥棒してやるぞって言ってくるやついいんだな。火事場、あいつです、火事場泥棒のあいつです。火事場泥棒もさ、火事場泥棒感がすごいよね。あんなさ、唐草模様の風呂敷持ってさ、絶対まともなやつじゃないだろう。さあ、そろそろ EV 育ってくれるんじゃないのか。よし、ナナナナイス、ナナナナイス。こう塗って、こう迷ったの。いや違うね、そんな怯えた目をしてないもの。じゃあお姉さんが教えてあげる、本当の怖さってやつを。なになになに、臭い花。臭い花戦っていこう。危ね、効かなかった。よし、いい分には効かないよ、その毒弾を。うわ、妖怪液だからやめてよ、いい分に。よし、倒せるよ、倒せるようになったよ、いい分も。よし、よく頑張った。もうちょっとだった。もうなんだこれ。やべ、結構投げ。あー、まだ敵いる、敵結構いるぞ。俺は言ってた子供だろうが手加減しない男だぜ。俺はちょっと筋肉にお願いしよう。EV レベル30。噛みつく覚えたい。はい、その先いっか。ナナナナイス。うん、お、え、3年前戦ってる。アジトじゃ世話になったぜってことは、赤緑に戦ってんのか君は。もういけるだろう、ベトベタ倒せるだろう。噛みつくのがいいかな、噛みつくのが強いか。まあ、あ、ひるみだ、いいよ。うわ、金縛りきた。
ってよ。うわ、結構効く。あー、外した、外した、もう危ねえ。外すなよ。よし、なななナイス。ん、いるじゃん、そこに。仕方がない、俺が始末してやる。なんて怖い言葉を使うのよ。最近のポケモンであまり見かけないよね。なるほど。いっけ、よし、よし。お、技マシン35。何、寝言でした。局長、君は、そうか、助けに来てくれたのか。ありがとう、礼を言うよ。そうだ、ラジオ塔はどうなってる。何、ロケット弾でいっぱい。わかった、このカードキーを渡そう。カードキーをもらった。それさえあれば3階のシャッターは開く。頼む、ラジオを乗っ取られたら何をされるかわからない。おかしな電波を流してポケモンを操ることだってできてしまうかもしれない。頼めるのは君だけなんだ。ラジオと全国のポケモンを助けてくれ。俺だけしかいないの。よし、局長は来てくれないのね。ここに出るんですね。ここに出るんですね。あれ、あれ、なるほど、あのスイッチで。はあ、わかったわかった。よし、で、行こう。あ、これ行けなくなっちゃった。あれ、またあそこ行くの。うっそ、あっちから行く。うわー、またあっちから行くの、めちゃくちゃ大変じゃん。うわー、マジか、どうしよう、諦めようかな。あー、でも気持ち悪いもんな。まあでも敵いないから結構大変だったよ、これ行くの。オン。あれ？一番左からってこと？一回ここをオンにして、この順番でやってないの？これでどう？来た！
来た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 。これで倉庫の形が変わってるわけだ。これね、これもらえる。はい。あれ？だからこっから。これしかもらえないのか。あれ全部もらえるわけじゃないんだ。ここまでしちゃおうかな。ああ、夜になった。ポケモン名物ですね。金銀名物。夜になっちゃったらもうエフィーになれないんですよ。もう今日はここまで。間違いない。間違いないです。はい。ナナナナイス。